はいどうも、新宿109の健三です、本日なんですけども SNS でつながった人が、いるんですけど、その方が怪しいセミナーがありますということでセミナー情報を教えていただきました。その名前がオークションラックスっていう、団体のセミナー情報だったんですけども、どういう団体かと言いますと、会員からお金を集めて業者が代理で商品を購入します。例えば時計とかね、ブランド物とかね、代理で購入してオークションサイトで売却して利益を得るっていう、その売却した利益で配当をお渡しするという業者なんですけど、それがオークションラックスと言います。単純に25億のロレックスとか言ってました、ね、ロレックスとかとエルメスとかも言ってました、普通に考えたら、例えば買えたとして誰が買い取るんっていう、市場が狭すぎて利益が出るまで時間がかかる可能性もあるし、買い手がいなかったら破綻するんで、そういうリスクもあるし、海外事業者で日本国内に支店がないっていうリスクもある。レース販売取引を用いたビジネスなんですけど、契約書面概要書面巻いてませんし、売却益で出資に対する、投資に対する配当もありの、ビジネスへの紹介で紹介報酬もありので、そんな分配してたら資金繰りが間に合わないというか回らないと思うんですよ。というところから考えると、多分その物は買わずに皆さんから集めたお金をただプールしておいて、紹介報酬とか配当とかで適当に金渡して、一番お金がピークになったタイミングで飛ぶただのポンジスキームなのかなっていうふうに考えております。今回はちょっとスタッフ含め3人で潜入してまいりますので、高齢者また多いと思うんで、高齢者に届くような活動をこれからもねやってまいります。じゃあ早速行きましょう。はい、今回オークションラックスっていうなんかオークション事業を使った MLM ネットワークビジネスなんですけど、今回なんか違法性がなんか複数あるなって思ってまして、一つが古物商の免許、これ簡単に取れるらしいんですけど、一応取ってなかったらオークション事業は基本的にダメだよねっていうところですね。新品の商品を仕入れたとしても転売するってなったら、それが中古品に該当する見方もあるんで、解釈、それが古物商の免許資格がないとダメですよねっていうところがまず一つ、これ本当に解釈次第なんで認められるかどうかは分かんないです。もう一つが情報提供者さん曰く、セミナー会場とかでお金を預かって仮想通貨入金なんですけど代理購入してるらしいんですよ。この仮想通貨の代理購入っていうのが資金決済法に該当してまして、それが違法になります。暗号資産の交換事業者としての登録がないと代理購入はしていけませんっていうのが、その資金決済法の面で一つ。あとは今回その中国市場、基本的にそういう業者って日本に支社がなくて、契約書面と概要書面を用意してませんっていうので特徴法違反、クーリングオフの設定もないってなったら、またそれもまた特徴法違反がなってくるので、一応今のところそんなところですよね。実態としては多分このオークション、みんなからお金を集めて、集まったお金で高いものを買いますよっていう多分仕組みなんですよ。で高いものを買って売るっていうスキームなんですけども、多分これ何も買わないんですよ。買ったふりだけして何も買わないようにしてると思うんで、そこの裏取りさえできたら詐欺ですよねって言えちゃうんですけど、難しいですよねそこは。というところ今回ちょっと怪しいって疑問点ですね。 TOMA トーマくんの動画が役に立ったんですそうですね、なんかネットで調べてもなかなか出てこなかったんですけど、唯一 YouTube 出してたのがトーマの YouTube 教育か、俺のアンチなんですけど、見に行かなくて大丈夫です。これのこととか言いますか。まだ不透明なとこあるんで、この登記簿が本物なら2023年5月23日に営業許可取り消しと出ますよ。調べようあるかな、視聴者さんに聞くかぐらいしかないっすよ、ね、これ多分中国の営業許可証みたいな感じなんですか。うん、どうやって調べたのね、この人。うん、いつも通り潜入して、疑問に思ったことを質問するっていうね。うん、で、今日の潜入の仕方なんだけど、これ書いてください。了解です。
買いに行きます。8階よね、8階。あ、あれ8階ない。あ、僕も8階多分階段で、おそらく誰だろう。たどると誰になりますか。たどると、あ、そういう風に言われてきたんです。あ、OK です。じゃあ、はい、紹介者誰ですか。紹介者が、お名前と、どなたのご紹介ですか。寺澤さんです。寺澤です。あ、大阪の人。寺澤さんです。大阪の人。僕大阪じゃないですね。うちのチームじゃないとき、ちょっとうちのチームじゃない方は今日来る方しか発表してないとか。あ、来る人しかないんで。そうです。今日はあのチームセミナー。僕剣道って言うんですけど。ああ、中盤。はい。これ体験してます。違法ですよ。あ、そうなんですね。違法ですね。何が違法ですか。え？何が違法ですか。髪巻いてますか。髪ですか。マルチ療法です。今僕の動画撮ってます。撮ってます。マルチ療法ですよね。尾崎さん、ちょっとマルチ情報ですよね、これ。オークションラックス。なるほど、そういうこと。マルチ情報ですよね。喋れます？外でもいいですよ。外違法ビジネスよね、ですよね。違法ビジネスですよね。で、暗号資産を皆さんから預かって、代理で購入してますよね、時計とかね。時計とかを代理で購入してる。皆さんの、僕らがですか？まあ、オークションラックスが、オークションラックス、それを媒介してますよね、斡旋してますよね、オークションラックスが。はい、オークション、寺澤さんがオークションラックスの紹介してるんでしょ。僕が、はい、まあ紹介をしてるというか、まあ話はしてますけど。じゃあもうそれ営業行為ですよ。はい、そうですね。で、契約書面、概要書面は喋れます。じゃあ、いや、もうここじゃ邪魔になるよ。このビジネスの違法性について喋りたいので、じゃあ外で喋りましょう。じゃあ会話してくれるんですか。会話なんだ、それはかん。やめてください。それはだってダメでしょ。いや、肖像権の侵害でしょ。じゃあ民事で訴えてくださいよ。え、オークションラックス違法行為じゃないですか。違法ビジネスじゃないですか。わかるでしょ。なんでわかるでしょ。わかんないですか。それ勘弁して。無理っすよ。え、じゃあ違法性がないことを証明してくださいよ。あなたが違法でしょ。何が。人の困るようなことして。いや、詐欺師ですね。詐欺グループの迷惑するようなことして、何が悪いんですか。あなたたち、え、契約書面、概要書面巻いてますか。あなたたちやってることはさ、お前らがね、え、マルチ情報でしょ。ネットワークビジネスでしょ。あなたにお前って言われる筋合いないですよ。なんで。だって尊敬してないもん。友達じゃないし、別に敬語使わなくていいじゃん。失礼やろそれ。敬ってないから。いや、別に謝ってくれとは言わない。しかも人を騙すような行為をしてるやつに、なんで失礼なことをしちゃいけないんですか。
うん、お前あったも一緒やろ。うん、一緒、うん、じゃあいいよ、一緒で、一緒でいいじゃん。一緒だからそれやめて。無理やって、契約書面、概要書面巻いてんのって聞いてんの。巻いてないんでしょ。そういうの言われる必要ないじゃん。あるじゃん、あるじゃん。なんで、え、契約書面、概要書面巻いてないですよね。ねえ、違法ビジネスでしょこれ、オークションラックスは。全然外で話してもいいですけど、カフェとか、カメラはいい。なんで、え、違法性がないことを説明してくださいよ。映されるわね。違法性がないことを説明してくださいよ。なんでクローズドなの。それを晒すわけでしょ。そうですよ。そしたらさ、うん、俺の肖像権はどうなるの。それは民事で訴えてください。勝手やん、それ。勝手ですよ。民事もクソも言われて勝手ですよ。こんな時間も経費もかかんのに、なんでこっちがそんなことしないといけないの。じゃあどうすればいいんですか。俺それをやめてって言ったの。無理だって。え、まともなことやってる自覚あるんですか。うん、だったらいいじゃないですか、 YouTube で公開して人集めとかやってないですか。無料で宣伝してる。それは違う。なんで、なんで。肖像権の侵害と、ね、うん、勝手に YouTube で晒すっていうのは違うじゃん。勝手に宣伝よ、俺にだって権利があるんだから。まともなことやってるんだったら YouTube で発信する。まともとはそういうことじゃなくて、俺は俺の権利があるでしょ。うん、あるよ。だからそれを民事で訴えてくださいって言ってんの。それを勝手にしないでよ。いや、あなたもこっちに手間かけさせるんで、違法行為をしてるんで、ね、俺は注意喚起しに来ました。騙される人が減るように。おかしくないですか。こんな簡単に儲かるわけないでしょ、人から金預かって。簡単に儲かると思ってないよ。いや、思ってるでしょ。いや、どういうスキームじゃ説明できないんだ。言葉分かってる。うん、オークション分かってますよ。うん、じゃあいいじゃん、それで。うん、勝手に買ってくれるものなんもないよ。商品をオークションなくて、何か選ばないといけないじゃないですか、オークションに出す商品。うん、どっから買い付けしてくるんですか。みんなの金で買い付けするんでしょ。うん、それを売ってるんですよ。それは向こうに資産だってあったらいいじゃん、それで。透明性のある書面とかあるんですか、それは。財務三表とか。透明性のある、何。財務諸表とか見せてくれないですか、それは。ああ、財務諸表ないでしょ。財務諸表あるよ。でもあなたに見せる必要ないじゃん。ないでしょ。ないよ、あなたに。いや、あなたに見せる必要はないって。いや、ないんでしょ。あるわけないじゃん、オークションなくすに。なんで。いや、ないって。で、クローズドな、ね、ビジネスをやるのに、なんでそのクローズドなコミュニティで販路を広げてるんですか。意味わかんないんですけど。なんでクローズじゃダメなの。いや、普通にビジネス拡大させたいでしょ。それは普通クローズじゃダメなの。そしたら逆に、え、普通にビジネスを拡大、ダメなの。説明するから、説明しろ。人のことをさ、そう簡単にさ、うん、ね、うん、あなたがやってることって、うん、そのおかしいやろ。確かにお前らがやってることはおかしいよ。だからあなたにお前って言われる筋合いない。もういいや、その話は。ビジネスを拡大する上でどんどん発信した方がいいじゃん。なんで広告立ってるの。それは自由でしょ。え、営利目的ですよね、オークションナックスは。いや、だからオークションナックス自体がどういうやり方をしようが、うん、あなたに関係ないやん。いや、普通それがおかしいって言ってる。何がおかしい。おかしいから質問に答えてくださいよ。なんでクローズドな。何がおかしいの。なんでクローズじゃダメ。え、だから普通にしなきゃいけない理由って何。いや、お金を稼ぎたいんだったら。それは自由でしょ。だからかぶせてくんなよ、お前な。あ、俺が喋ってるのかぶせてくんなって。あなたがやってることだから、俺だっていいじゃん、別に喋ってかぶせたって。なんで。何が悪いの。かぶせて何が悪いの。話にならん。だからいいじゃん、話にならないんだったらどうぞお帰りください。だから違法セミナーやめてください。違法ビジネスやめてください。別に今日警察呼ぶからね。どうぞ。ああ、マジかだよ。いい年したおっさんがさ、違法にビジネスやってんだろ、ね、あんたたちに言われる必要ないやん。いや、あるよ。あなたがやっ、日本人騙すなってんの。じゃあ日本人だよ。お、日本人騙すなってんの。別に騙してない。騙してんだよ。リーガルチェック入れてんの。騙してない。リーガルチェック入れてますか。騙してないじゃない。リーガルチェック入れてますか。質問答えてください。騙してないじゃない。リーガルチェック入れてますか。あなたに答える必要がないもん。なぜあなたに答えない。じゃあこれをこのまま YouTube にアップするんで、そういう人間だってこと、あの皆さん視聴者に、こういう失礼なことをして、お前らもね。
契約書面、概要書面巻いてますか。それでネットワークビジネスですよね。それでそれでいいんすか。だからそれでってどうしたいの。こういう触んの。あ、今俺を叩いた。叩いてねえよ。お前が触ろうとしてきたんだろ。必要ないからでしょ。口くせんだよ。おい離れよ。くっさ、あんたくっさ、くっさお前性格が臭いわ。うん、いいよ。別に分かった、これ YouTube にアップするからね。どうぞ、うん、肖像権の侵害です。お前ちゃんとお前リーガルチェック入れろ。肖像権の侵害です。あとお前口臭スプレー買ってあげるから、お前使ってくれ。ありがとうございます。ください。皆さんこんにちは。こんにちは。すいません、大変ご迷惑をおかけしました。あ、もう皆さんのお気持ちすごく察します。申し訳ないです。でもし何かあったんやったとしたら、この僕せっかくいるんで、あの、なんか気になることあったんでしたら何でも聞いてもらえたらなというふうに思います。皆さんはこう今話を聞く準備ができてるんですか。これでも聞きたいと思いますけど。やめます。でそれこそ自分自身昨日かな、あのバンコクから帰ってきまして、今オークションラックスって今監査の状態になってるっていうのを知ってるよって言っています。知ってる。おわおわ。自分としてはまあすごい、本当にわざわざこういう監査っていうの、監査っていうのがしっかりあるんだなっていうことやったりとか、まあ、それに対して向き合ってる真摯な姿っていうのはすごい、まあ、直接見れてすごい良かったなっていうふうに思います。もしかしたらこの中で初めてオークションラックスの話聞く方もいるかもしれないんですけども、オークションラックスってオークション会社ですね。2020年からオークション会社としてスタートした会社なんですよ。なんでこのチャンスが自分にとってものすごくユニークだと思ってるかっていうことっていうのを皆さんと一緒にシェアしたいなっていうふうに思うんですけども、オークションラックスっていうこの会社っていうのは世界で唯一オークションを通して収益が稼げるようになった会社なんですよ。じゃあなぜそういう風になってるかっていう流れだったりとかっていうのを皆さんと一緒に学んでいきたいなっていう風に思うんですけど、じゃあオークションラックスっていうのはバイヤーさんとセラーさんっていう人がいるわけなんですよね。バイヤーからは10-15%、セラーからは0-3%の手数料っていうのを取るんですよね。これでもめちゃくちゃ他のオークション会社に比べて安い方なんですよ。じゃあオークションラックスがじゃあここで取引っていうのをいっぱいされればされるほどオークションラックスとしては手数料としてお金っていうのは儲かるわけなんですよ。僕らはどういうふうに関わるかっていうと、この CAP プログラムっていうものに関わります。 CAP プログラムっていうのはコラボレーションオークションプログラム。じゃあオークションラックスがどういうふうに機能するかっていうことをものすごく簡単に説明したら、例えばじゃあ僕がロレックスのアイスブルーって分かります。アイスブルーっていう文字盤があるんです。すごい綺麗なロレックスがあるんです。まあ仮にそれが1000万ってしましょう。ものすごくお金です。じゃあ1000万のじゃあアイスブルーを今買うことができたら1500万円でアイスブルーどこでも売れるよ。でも1000万で友人だから譲るよって言ってくれるチャンスが僕にあったとするとするじゃないですか。ただ僕が唯一このチャンスを逃すのって僕がその時に1000万ないことなんですよ。それを買うことができる1000万がないともちろん僕買うことできないですし、もうこれに関してはもう時計興味なくてもいいですよね。もう買って売りに行けばいいんでしょ。でそのチャンスで見てるために、じゃあそれこそ自分自身が買います。じゃあこの1000万円を、じゃあ例えばですけどここの前列の人たち10人の人たち、じゃあ全員で100万円ずつ出して、それ合計にして1000万にして、じゃあ僕が代表してアイスブルーそれ買います。でそれで1500万円で売れたら500万円の利益出るわけですよね。これをここの皆さんと同じように分配するってことです。じゃあ例えばじゃあ5万円出しました、50万円出しました、100万円出しました、500万円出しました、好きな金額その入れたいアイテムに僕らお金を入れるわけなんですね。 CAP プログラムに入るわけですよ。全部ネットから見ることができます。どのアイテムにお金入れるかってことですね。それをすると、もうあとはもうオークションっていうのを待つだけ。それで出た利益っていうのを分配していく。100ドルからだったにしたらいくらでもスタートしても大丈夫っていうような形になります。僕一番最初にドンさんっていう方からオークションラックスの話っていうのを聞いたときに USDT っていう仮想通貨を使うって言われたんですよ。この USDT っていうのを使う理由としては国際展開していく中で、じゃあ僕がオークション会社、オークションラックスって今中国にあった会社を今ドバイに移してるって今状態なわけなんですよね。今ドバイに移してるわけなんですけども、じゃあドバイに僕自身送金しますとなるとリアルタイムで送れないわけでしょ。どうしても FX の関係で。なんでそれを USDT って仮想通貨にすることができたんだったとしたら、その場ですぐ送金することができて、時間のラグっていうのがゼロの状態で皆さんっていうのはオークション参加することができるっていうことを考えると、暗号通貨の進化っていうのがないとどうしてもこれ国際的にできない。じゃあドバイで立ち上がってドバイだけでやっていくんだったら、皆さんドバイですね、もちろんドバイのお金使うわけなんでそれはできるわけなんですけど、これ国際的になると難しい。でそれを一生懸命そのオークションラックスとしてはこの USDT というものを使って僕らっていうのは全部やるわけなんですよ。それがこの仮想通貨っていうのを使う一番の理由ですね。じゃあオークションラックスっていうのは、じゃあバイヤーとセラーっていうこの人たちから収益っていうのを上げるわけなんですよね。これがすごいユニークなところで、例えばなんですけど、わこの中でネットワークマーケティングやったことあるよって人と言われます。ネットワークマーケティング、おお、すごいね。いや東京やな。でそれこそじゃあ
手数料でじゃあそれこそこれ稼いでいく中ですごいユニークなのが、それこそここの会場にいる人たちって皆さんオークション利益もらってるよって人どれぐらいいます？僕私利益出てますって人ですよね。もう間違いなく出るわけなんですよ。オークションにさえかかれば間違いなく皆さん少なからず利益っていうのをもらうわけなんですよね。なぜそんなことができるかっていうと、僕が今までそれこそネットワークマーケティングっていうのをやって今までずっとやってきたわけなんですけど、その中でじゃあ誰か A さんっていう友人の方紹介するってなった時って、この A さんが顧客なんですよ、僕の。ですよね。僕この方がお金出すことによって僕自身収入ってもらえるわけじゃないですか。お客さんなわけなんですよね。これが少しこう何て言うんですかね、引っかかる部分でもあるというか、皆さんがこう、ね、大変な部分ではあるわけじゃないですか。このオークションラックスのこの僕らが関わってるこの CAP のところっていうのは、オークションラックスがメインで収入を出すところではないんですよ。ここがお客さんなんで、バイヤーさんとセラーさんがお客さんなわけなんですよね。オークション会社なんで。オークション会社ってどういうふうに機能するかっていうと、バイヤーイズキングっていう言葉があるんですけど、バイヤーが全てなんですよ。バイヤーが欲しいって言ってるものをオークションラックスとしてオークションにかければいいわけですよね。そのバイヤーの人がじゃあこのものを欲しいですよっていうリストっていうのをもらって、それでオークションラックスっていうのがそのアイテムっていうのを獲得してくる。でそれがオークションになるっていうような形になるわけなんですよね。1000万円のじゃあ時計っていうのがあったとして、これにたくさん何人でもいいんで共同的に購入するわけなんですよね。じゃあそれでお金集まったら、オークションラックスが代表してこの1000万円でそのものを買いに行きます。そしたらこの欲しいバイヤーの人たちがいるわけですよね。でこの人たちが実際にオークションで競って、で最終的に落札された金額の利益の分っていうのを入れた金額の対してで分配していくというような形の流れになります。じゃあオークションラックスのゴールってどこなのかっていうことっていうのを皆さんと一緒にシェアしたいなと思うの。でオークションラックスっていうこの会社っていうのの確実なゴールっていうのは絶対に上場することなんですよ。それ企業としてのもう夢ですよね。何をするとオークションラックスで上場に近づいていくと思います？もちろん売り上げ上げないといけないわけですよね。じゃあ売り上げ上げるためには何を一番するとよりオークションラックスっていうのは売り上げ上がると思います。間違いなくこのバイヤーとセラーがいっぱいいることが会社が大きくなっていくわけですよ。そしたらたくさんの手数料が入るようになるっていうのがオークション会社としてのもうベーシックな稼ぎ方なわけなんですよ。それを広げる上でやっぱネットワークマーケティングの仕組みってすごいから、ネットワークマーケティングってすごいわけじゃないですか。なんで僕らが儲かるような仕組みになってるかっていうと、僕らが広げるから。そうすることによってバイヤーとかセラーっていうのがこう どこからか生まれてくるわけですよね。国際的に上場のことってあんまり話さないでほしいって言われてるんですけど、オークションなくて間違いなく上場しようとしてるわけですよ。上場したらどうなるかっていうと、まず今皆さんがもらってるコミッションもらえなくなります。新しい新規の方たちの登録っていうのもできなくなります。ただ皆さんがこの CAP プログラムっていうものを続けていくことができるんです。上場するって話はどうしてもこのネットワークマーケティングの形って足引っ張っちゃうんで、それはどうしても切り離されちゃうんです。でそれこそ上場を目指してるからこそ今僕らっていうのはチャンスあるわけなんで、この短い期間の間になるべく大きな資産っていうのを皆さんが作って、ずっとこれから CAP プログラムっていうものでから皆さんが収益出すって感じが一番いいシナリオだなって僕自身の中で思うわけです。じゃあ皆さんがもし誰か紹介した人のオークションリーグから収入をもらう際に、何ドルからスタートしたら皆さんオークションから皆さんコミッションっていうのをもらうことができるんですか？1000ドル。さすがです。1000ドル。そうです。1000ドル以上入れてたら皆さんコミッションっていうのをもらうことができるわけですよ。それこそ僕が紹介した方がオークションに参加して、オークションで出た利益からでしか僕らっていうのはお金もらわないわけなんですよね。皆さんが唯一お金稼ぐタイミングって誰かがオークションから利益出た時なんですよ。じゃあこの1000ドル紹介、1000ドルっていうのを入れ、大体今で言ったら15万円ぐらいですよ、日本円で言ったんだとしたら。でこの15万円っていうのを皆さんが入れるっていうことって別に登録費として取ってるわけでもないんでしょ。じゃあ 何の1000ドルかっていうと、自分自身がその1000ドルからオークション利益もらうためだけの1000ドルなわけでしょ。皆さんが個人的に1000ドル以上投げさえいれば、間違いなく皆さんのコミッションっていうのはスタートするわけなんですよ。オークションラックスに関しては1000ドルで参加するという、それこそ自分自身がこれでオークション参加するっていう金額を入れさえすればコミッションスタートする、いやビジネスがスタートできますよっていうのが1000ドルっていうところからスタートするわけなんですよ。最大10段目までユニレベルで皆さんコミッションっていうのを出すことができるわけなんですよ。オークションラックスってどういうふうに機能するかって言ったんでしたら、先ほど言った通りもう CAP プログラムが全てなわけですよ。皆さん自身がじゃあ1000万円の時計があったとしたら、じゃあ1000万円分っていうのを皆さんが好きな金額参加してもらってオークション成り立ったら利益をもらえる。ただオークションラックスとじゃあ CAP、 このオークションリーグどういう風になってるかって言ったら、例えばじゃあ仮に1000万円のものっていうのが1500万円で落札されましたとかあったんでしたら、利益いくら分ですか？500万円ですよね。じゃあこの500万円っていうのが丸々500万円かっていうと半分になるんですよ。250万、250万になるわけなんですよ。会社と、投げ、それこそ共同投資した人たち、共同購入した人たちで半分になるわけです。その1000万円が1500万円で落札されたこの500万円の利益っていうのは会社と半分です。もう全部そういう風になります。出たオークション利益は会社と半分です。これがなんで半分になるかっていうと、このコミッション、皆さんが紹介した時のコミッションの原資になるわけですよ。
僕ら共同購入することによってオークションが発生するんです。オークションが発生するとオークションハウスにしてはいいことしかないわけなんですね。当たり前なんですけど、手数料がもらえるわけなんです。これがメインです。そもそもオークション会社ってオークション利益なんて取らないんで、ただオークションさせる場所なんで。ただこの CAP プログラムっていうもので自分たちが関わることによって皆さんで協力してアイテム買うわけですよね。これオークションなくてお金払いました。このアイテムに対して払わないわけですよね。購入しなくていいわけですよ。僕らが共同購入することによって僕らが収益もらえるっていう仕組み作って、そのうちの最大この 20% でも取りますっていうような形になってるっていうような形ですよね。僕自身ももしビジネスやっていくんだったとして大きく稼ごうと思ったんだとしたら、何か新しいことしないといけないと思ったんですよ。それこそ今出た仮想通貨ももちろんそうだし、それこそWeb3 とかもそうだし、メタバースとかもそうだと思うんですけど、そういうのじゃなくてオークションって皆さんが馴染みあるものでイメージもしやすいわけじゃないですか。例えばこういうふうに利益で出るんだろうなって、じゃあ例えばじゃあ皆さんがどういうふうな利益出た時にこういうお金のもらい方しても、それが本当に会社として成り立っていくかどうかっていうことっていうのが皆さんの中でも分かるぐらいものすごく簡単にできてると思うんですよ。今監査の期間なわけですよね。もう皆さんもまあ分かってると思いますけど、それこそ、レバレッジかけてるよって人で売れます。レバレッジめっちゃいいっすね。それこそうわこのレバレッジのことも絶対話してないといけないですね。それこそ皆さんにお伝えしたいのは、今回のレバレッジに関してはおそらく12月末までは絶対に続くと思います。1月は分かんないです。監査が終わればレバレッジも終わります。レバレッジって今どういうことが行われているかっていうと、もし仮にオークションラックスに5000ドルっていうのを入れたんだったとしたら、もうかける1倍レバレッジっていうのをかけれるわけなんですね。5000ドル以上だった場合、1万ドル以上だった場合は皆さん何倍ですか？ 1.5 です。 1.5 です。じゃあ2万ドルだった場合っていうのは2倍。さすがです。2倍です。ってなったとしたら、もし5000ドル僕が今オークションラックスに入れたんだとしたら、もう5000ドル借りることができるわけなんですよ。1万ドルだった場合はいくら分レバレッジ貸されるのか。1万5000ドルですよね。じゃあ2万ドルだった場合は4万ですよね。これがどういうものかっていうものを理解してほしいんですよね。特に今もう12月もう3週間ぐらいしかないと思うんですけども、じゃあその中でじゃあ5000ドル借りて5000ドルだった場合っていうのは、レバレッジの倍率のパーセンテージ分っていうのを手数料で引かれて僕らの場合なんですよ。 OK ですか？なんでもし5000ドルだった場合っていうのは、毎回のオークションサイクル、オークションラックスってオークションに月に1回2回あるわけなんですけど、2回あるオークションの中でこの5000ドル、要は5000ドルから5000ドル借りて1万ドルでオークションに参加できるってことなんですよ。その代わりこの5000ドルの 1% っていうのは手数料でくださいねっていうふうに差し引かれて僕らのところに来るってこと。じゃあめっちゃ簡単な話で、もし仮に 4% のオークション利益がレバレッジかけた状態で出たとするとしないですか、 4% だったんだとしたら、僕は何パーこの5000ドルからもらうんですか？そう、3パーもらうんですってことです。自分自身が払ってないお金から 3% もらうこと、意味わかんないでしょ。これ各オークションサイクルで払うわけなんで、これ月に2回払うわけですよ。なんでこれが今行われてるかっていうと、今オークションなくて監査のことによって迷惑かけたわけなんですよね。でそれをどうにかすることを還元したいっていうので、今回ドバイに移ったことによって銀行からお金を借りたわけなんですよ。新しいドバイの契約した銀行からお金を借りて、それをレバレッジ利かしたいって言ってる人にそのまま渡してるってことなんですよ。もう極端な話、5000ドル借りたと思えばいいんですよ、銀行から。それ5000ドルレバレッジかけたいって言ってる人にそのまま流したんですよ。そしたら僕ら金利で1年間で何パー払うんでしたっけ？24%払うんですよ。そのうちの 8% 吐き出す。これが今レバレッジとして行われてるわけなんですけど、ただ銀行からお金を借りるっていうことに対していくらお金借りるかっていうことだったりとかっていうのがいろいろ大変なんで、これは通常のプロモーションではなくて今の期間だけなんですよ。監査が終わっちゃうともう終わっちゃいます。なんでこれが多分ですけど1月後半まで続くことは多分ないと思います。もう間違いなくないと思う。なんで12月31日がもう本当にラストだと思ってくるんで絶対いいと思うんですよね。じゃあ皆さん、もし仮にですよ、僕が A さんっていう方が2万ドルで参加されてレバレッジかけて4万ドルにして合計で6万ドルで参加することになりました。300万円が900万円になると思うんです。レバレッジかける300万円が900万円なんです。これはもう空から降ってきたお金なの。そっから皆さんコミッションもらうことができるんですよ。オークション利益、同じこれを金額参加してオークション利益もらうことできるわけです。僕が A さんっていう方紹介したとして、じゃあその方が最初300万入れてオークション参加したんだけどレバレッジかけて600万にしました。正直言っていいですか、レバレッジ審査もなければ何かこれっていうこと一切書類も出さないです。ポチポチってしたらドンってお話しますこれマジっすからね。そのまんまただオークション参加するだけですよ。いつも通りの動きとるだけです。じゃあ僕がそれを A さんが300万入れたものが600万円でレバレッジかけて合計で900万円になりました。僕の直紹介ボーナスって、皆さんの直紹介ボーナスって 20% なわけですよね。 20% 直紹介としてもらえるわけですよ。その 20% は何の 20% なんですか？おー、そう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 、バラバラだけどいいでしょう。オークショ
ション利益から僕もらうわけですよ。でこの900万円で参加した分のオークション利益からは僕が手数料引かれるんですか引かれないんですか。引かれないんですよ。パンパンで入ってくるわけです。900万円として僕コミッション入るけど、この600万円はなかったお金なんです。これが12月31日より続くかどうか分からない。本当は11月31日で終わるって言われたの。だから監査が続いてる期間っていうのは続き続けるんで、今12月31日までおそらく間違いなく続くと思うんですよ。もうすでにオークションラッシュ参加されてる方たちっていうのには、もう間違いなくもう皆さんがお伝えしたいこととして、今までいろんなオークションラッシュでプロモーションを送ったんですよ。それこそ、わあ、これに関して、ちょうどテラちゃんも来たんであれなんですけども、それこそオークションラッシュの役職っていうのがあるわけなんですけど、それの一番上から1個下のタイトルって、ディビジョナルディレクターってやつなんですよ。ディビジョナルディレクター。僕とテラちゃんそれを達成することできたんですよ。世界最速です。一人でいい。僕らだけ。オークションラックスでいろんなプロモーションの中で、僕がディビジョナルディレクターになった時って、数ヶ月前やったらベンツもらえたんですよ。すごい。今なんもないの。ないの？今なんもない。なんならそれこそその前で言ったやったとしたらランボルギーニもプロモーションって言ったわけですよね。その前に関してはカルティア時計ダイヤモンド、フルダイヤ文字盤がフルダイヤのやつっていうのを出してたんですよ、プロモーションで。そんないろんなプロモーションもありましたし、1万ドル入れると1カラットのダイヤっていうのをもらうことができたんですよ。1万ドル入れたら1カラットのダイヤもらえるんですよ。何してるんですかそれ。いろんなプロモーション今まで会社っていうのを打ったわけですよね。それこそボーナスとして、このレバレッジ以上にすごいもんないですから。ベンツより絶対すごいです、これ。だからこそ皆さんこのチャンス絶対逃さないでほしい。まあこれからもずっとオークションラックスでじゃあ来年も続いていく中で、もし5000ドル、1万ドル、2万ドルでここのお金入れる人たちがいるたびに、もし皆さんが紹介した誰かもそうですよ、これ一瞬で2倍にも3倍にもできたんですよ。今ってそれ一瞬で2倍にも3倍にもできるんです。本当に一瞬なんですよ。審査もかからないですし、時間もかからない。その瞬間に3倍することができる。その瞬間に合計で900万になるわけですよね。だから300万が900万になる、3倍になるわけですよ。その瞬間に2倍、その瞬間に3倍にさせれるっていう、この特別なこの期間っていうのは12月31日までなんですよ。この後ね、それこそ ESDT の購入のサポートもありますし、もし何かあったんじゃ僕自身も何でも質問をお答えするんで、何よりもね、皆さん来てもらってありがとうございました。これで終わりになります。ありがとうございます。オークションラックス、ね。ありがとうございます。